よさちですむめです。はい、今日も楽しく白泥実況やっていきたいと思います。ということでね。えっとね、リクエストありまして、えっとですね、今回はね、コスト2のね、強いランキングをちょっとつけようかなと思います。まあ、ランキングっつうか、まあ、選抜というかね。まあ、ランキング方式にすると、 いや、1位はそれじゃないとか、2位、2位はこれだろうとか、そういう風になんか、自分の意見をね、言う人もいると思うんで、まあ、それはそれで全然構わないことなんですけども、まあ、みんながね、不快に思わないように、まあ、選ぶってだけね、5体、この5体が強いよ、みたいな選抜で選びたいと思います。まず、1体目は、重剣士ですね。まあ獣剣士、重検誌。 ま、今までね、ちょっといろいろ加法されが、されてきたものの、火力がね、高いので、火力が高く、しかも五体召喚、耐空もある、っていうのがね、強いなっていうところですね。多分皆さんもね、育ってる方いると思うんですけども、本当に強いのでね、ぜひぜひ、使っていただけたらなと思います。うん。耐空はあるし、しかもなんだあの、砦裏の雪ん子とかさ、亀とか、カタパルトとか、えっ、ー、と、エンジェル、フェアリーとか、そういう奴らも倒せるし、 ドラゴンライダー、フクロウとかも、落とせること、落とせないことは落とせないで、落とせれますし <coughs>、落とせないことはないですし、あと、なんだ、ワイバーンとかも流してきても全然ね、重剣士のトマホーク2発で落としたりできるので、本当にね、優秀なんでね、使ってください、重剣士強いですね。こいつは強い。<laughs> こいつは強いですね。まあでも、あー、でも最近ね、あれなんだよね。過報されたよね。うん、ゼウス、サタン、ゴーレムに、あんまりね、 攻撃が入らなくなったっていうのと、えっ、ー、と、ヘッジオックにね、トマホークが弾かれてしまう。オークにトマホークが弾かれてしまう。こういう修正も入ってしまったものの、まあ、でも俺は強いなっていうのがね、うすうす。<laughs> まだまだ感じてるなっていうのはあります。なのでね、ぜひぜひ使ってください。何回言ったんだぜひぜひ使ってくださいよ。<laughs> はい。えー、次。ヌボボ。ヌボボ。まあね、過報、もう何回か入ったよね。何回か入ったよね。 えっと、攻撃回数が9回減った。もともと51回だったんだよ。攻撃回数1分間に51回だったものは、攻撃回数1分間に42回まで減らされて、9回減ったわけなんですけども、まあ、それがめちゃめちゃでかいなっていうのがありました。えー、それと、ついでに、えっ、ー、と、キラー B のね、麻痺が入りやすくなった。まあ、入りやすくなったっていうか入、入るようになったのかな。入るようになって、でスライムに弱くなった。ってのと、あとなんだっけな。スケルトに弱くなったのかな。スケルトに弱くなったっていうのが、 えーと、重ね重ねなんかねえっ、ー、と加砲が続いたわけなんですけどもまあでも実質的に言うとねこいつ回復できるので、まあ、回復できるっていうのがね強いところですね例えば仲間がね仲間のキャラが眠らされた毒入ったとかねえっ、ー、とミルーサでねあの、睨み入ってしまったって時に、まあ、キャラに重ねて回復させるそれでねまた動き出しますので殴り合えるサポートキャラなんでね全然強いと思います。 うん、俺は普通にね、ヌボボは好きですし、強いと思いますね。ただ団子振ってないんで、なんとも言えないですね。<laughs> 団子振ってないし、なんとも言えないところですね。重刑事もね、団子振ったわけなんですけども、なんか団子振ってよかったのかなって <laughs>。団子振らなくても振っても変わんないんじゃないかなっていう、今ね、ちょっとね、思い始めましたね。こいつに団子振るなら別なキャラに振っとけばよかったかなっていう思いもありますけども、まあ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 、いいんじゃないかな。で、次、えー、まあまあ。 こいつは多分みんな思ってますよね。おそらく <laughs>。ああ、まあまあ強いねっていうふうに思ってる人いると思うんですけども、その通りです。本当に強いです、今は。カニと女神と猫とカエルに強し。これは強いですね。これは全然強い。まあ、アンチがね、こんだけ多いっていうことと、あとね、対空が見れる。うん。対空が見れるってことですね。アビリティグリフォンも、まあまあ2体でね、落とせますし、えっ、ー、とね、ワイバーも1体で落とせます。 で、あと、グリフォンとか、んグリフォンじゃねえな。えっ、ー、とね、バルキリーとか、ええー、フクロウ、ドラゴンライダーとかも2体ぐらいで落とせるのかな確か。落とせる。1体おい、あの、臭い水が入れば1体で落とせることは落とせると思うんですけども、まあ、そういうところで考えたら強いのかなと思います。あと、大型船内においてね、大型の後ろにサポート系でね、ぴょいぴょいぴょいって出しておけば、臭い水入って、こっちの大型がね、有利に試合運ぶこともありますし。 本当に強いキャラですね、臭い水は。俺一応臭い水レベル10まで上げたんですけども、これレベル8ぐらいでもいいかもしんないですね。えっ、ー、と、防御力を減少させる。レベルアップで減少時間が長くなる。でこのね、えー、時間だけなのかなって思うんですけども、まあ、作れるに越したことはないにせよ、まぁ、あ、8ぐらいでいいのかなと思います。まあ俺はまあ10にして、まあまあ別に悪くはないかなとは思ってるんで <laughs>、いいんじゃないかな。今何体召喚したっけ召喚じゃねえな。 重、えー、剣士ヌーボボ,ボー、まあなんかえーコストに結構優秀だからな他も5体選出5体選ぼうっていうやつもんねうんあいたいやんいたいたいた普通にいますねペンギンペンギン強いですねえっと何が強いかっていうとね射程が長い射程が長いっていうことと、えー、スケルトン並みの、えー、攻撃力があるっていうこととあと竜巻切りこれが強いですねえー、っとこれ最近 話題っていうかね、えー、流行ってるチビブルに強いですし、チビブルに強いですし、あとユキンコ、あの結構イモリのユキンコとかカメとか、そういうイモリ系のキャラをね、倒すことができるので、あと魔導き系とかね、アビリティ魔導き系とかを倒すことができるので、本当に強いですね。同じラインに、えっとね、時間差でね、ペンギン流すとマジで強いんですよ。これ、これ覚えた方がいいんですけど、同じ、同じライン同じね、その、一直線になんかね、 ペンギンをね、時間差で流すと、本当に強いので、本当にこいつは育てるべきですね。育てるべきなんだけど、まだ育ってない。こいつ育成候補ですね。えっとね、こいつとこいつ、コスト2の中では、育成候補で、あります。育成候補であります。はい。ペンギン強いですね。うん。ただね、大砲匂わしなんで、本当に、育成がね、完全にね、完全に育成し終わんないと、えっとね、大砲2角にかくならないので、 一脚でやられちゃうときはやられちゃうので、まあ、本当にね、育成が終わる限りは補欠のままみたいな感じでいいかなと思いますね。<laughs> で、次、えー、と5体目はフォックス。フォックス。フォックスは強いですね。何が強いかっていうと変化これが強いですね。3体しか召喚できないんですよ。えー、とコスト2でですね、3体しか召喚できないっていう、まあ、あの球数少ないキャラだなとかって思う人もいると思うんですけども、フォックスっていうのはね、結構化けれるキャラとか多いんですよ。 っていうのもね、えー、っとね、ロックマンとか、こういう強キャラ今あ、小田山同士は忘れたんだけど、こいつ化けれるから忘れたな。まあなんだろう。結構コストさんこ,こういうコストさんとかに、えー、っと、化けれるので、そういうところ考えると強いなって思いますね。あと、本当ガッツとか、多分みんなも思ってると思うんですけど、ガッツとかウィッチとかって強いじゃないですか。こういう強いキャラにも化けれるので、 本当に強いですねあと、魔導切れとかさ、自分で回復するから、どんどん倒せなくなりますし、本当に強いですね。こういうらに、フォックスが化けたときに、めちゃめちゃ強いなって思います。でね、単純にね、このステータスがね、バランスいいんですよ。バランスがいい。だから、倒されにくいっていうのもありますね。うん、フォックスは倒されにくいっていうところもあるので、強いかなと思います。えー、今、5体召喚、召喚じゃないな、<laughs> 紹介しましたね。えー、っと、重剣士、ヌボボ、マーマン。 ペンギンペンギン、ンギンフォックス。まあ、ここら辺は全然育ててそうはないかなと思います。本当に強いですね。まあ、他のね、コスト 2? コラボ猫とかも安定はするものの、別にいなくてもいてもって感じなんで、俺の中では。うん。<laughs> なのでね、まあ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 、皆さんのね、その育成にお任せいたします。そこら辺は。ポロボクルもね、コスト2の中では強いですね。ユッキンコ、爆王子、 えっと、ケルベロス、フクロウ、えっ、ー、と、ウィッチに強し。っていうのもありますし、えっ、ー、と、アンチじゃない、えっ、ー、とね、ドラゴンライダーとか、カートルキャロンとかの後ろに出しても、本当にね、えー、倒してくれることもあるんですけども、ただ、ちょっと耐久が少ないっていうことがあって、そこがちょっと難しいかなとあ、あと、壁キャラにならないんですよ。流れてきたキャラで、あと、コロポックルしかいないなって時に、コロポックル前に出しても、えっ、ー、と、倒されちゃうので、 そういう時はね、剣士を出して、後ろからこのポックで殴るみたいな、そういう戦法でね、行くといいと思います。はい。えっ、ー、と、結構ダラダラ喋ってしまったものの、はい。うん。おそらくこんな感じかなと思います。リザードマンはそんな強くないですね。俺団子フルにしたけど。多分昨日の動画昨日の動画だったかなその前の動画だったかなかなんかで、えっ、ー、と、多分リザードマン紹介してるんですけど、そんな強くないので、うん。そんな強くないですね。 で、マタンゴ。マタンゴはね、汎用的ですね。えっ、ー、と、植物系のキャラには必ず、えー、毒毒が入るので、あのー、トレントにはね、あのー、入りやすくなったっていうだけで、もう、か、完全に入るとかね、100%入るってわけじゃないんですけども、うん。まあ、でも、入りやすくなってるだけなんでね、本当に、ガンガン入るので、こいつも強いですね、マタンゴは。うん。補欠にしようかなって思った時期も、一時期あったんですけども、マンドラとかね、えっ、ー、とー、なんだ、クレフラとかさ、 えー、なんだろうあと何かいたっけ植物系のキャラ。あとポックルとかも結構あのー、敵に現れてくるので、まあ、そういう時にね、あのー、まあまあマタンゴーとかね、ドンと出したら倒せるので、いいね、いいかなと思いますね。うん。オークスケルトンはね、そんないらねえかなと思います。俺の中ではね、そんないらないかなって思って、今補欠にいます、こいつら。ほら、補欠にいるでしょ。 多くもね、多くで悪くないんですよ。なんだっけな、銃剣士に、うん、まあ、有利取れるわけじゃないけど、普通にね、まあ、いいところまでし、いいところまでね、戦えると思うんですけど、あと、あと8かな ?8。キラー B に、麻痺が入らなくなったっていうのは、いいところだですね。いいところ出すねってなんだ。<laughs> なんか俺、サイクロプスになったな、今。で、スケルトンはね、ヌボボと、えー、マタゴたもに強しになりましたよね。 であと、読み返りも、えっ、ー、と、一番最初の読み返りと同じぐらいまでね、戻ってきたと思いますし、うん、今は普通に強いのかなと思います。アビリティで言うとね、スクルと本当に強いですね。うん。強いと思います。うん。 だけどね、あの、裏の無印で使うとなると、そんなね、使えねえんじゃねえかなって思うんで、俺は補欠に入れております。あと、メデューサもそんないらねえかな。メデューサ。メデューサもね、今、そんな火力で行きたい環境なんでね、メデューサでね、あのー、睨まれて終わるみたいな試合はないので、それだったら他のキャラで行った方がいいんじゃないかなと思います。うん。あと、なんかいたかな、コストに。あ、コストに他は、コラネコ、マーメイドとかはもう補欠にいますね。 うん。そんな感じかな <laughs> はい。ちょっとね、またリクエスト上があれば、なん、なんか言ってください。今回ここら辺で終わりにします。じゃあ。